はい、皆さんこんにちは、ワンダルゲルビーチです。では今回は維新の嵐幕末志士伝、続きをプレイしていきたいと思います。まあ、基本的に怪しいものを見つけたら片っ端から切っていくっていうね、強権プレイで行っています。イベントです。谷三十郎、近藤さんちょっとよろしいですかな。この谷三十郎をね、土方はあまりよく思ってなさそうな節がありますからね。大阪により、大阪にいる私の演者より耳寄りな情報を聞きつけまして、なんだなんだとなりますよね。その内容はいかに。大阪は道頓堀の全財屋なる店に土佐系の脱藩浪士がたむろ、大阪の焼き討ちを計画しておるとの話にござる。こんな事件あったかな。谷三十郎が自ら手杖を率いて見に行くという話になってるようですね。いや、これはね、谷三十郎信用ならないので自分で行きましょう。まあ、ガセ情報であればそれでいいし、本当の情報だったらね、経験値を貯めていきましょう。では大阪に行きます。大阪はね、昔吹田江坂市、江坂っていうね、ところに、吹田市の江坂っていうところに2年ぐらい住んでたことありますね。まあ、懐かしいですけど。では今回は全財屋だったね、道頓堀の全財屋、ここに行ってみましょう。ここがね、僕のキャバデビューは大阪でしたね。キャバクラデビューは、いや違うな、大学生の時にバイト先の店長に連れてってもらったことが1回だけあったな。なので、まあ、自分のお金で行ったのは道頓堀が初めてかな。では全財屋に乗り込みましょう。ここだな。御用により取り調べる。新選組がなんでここに。これは本当の情報だったんだな。ガセ情報かなとも思いましたけどね。谷三十郎が確かな情報を伝えてきてくれたということですね。ではこいつらを全員切っていきます。いや強い、強すぎる、圧倒的ではないか。土方強いわ。土方はね、愚直なまでに剣の修行を積んできましたからね。斎藤さんに長倉さんもいるし、ここは放っておいても勝てそうですね。はい、全員切って捨てました。土方も経験値貯められましたね。徴収宛ての書簡と武器弾薬の報酬に成功。戻りましょう。イベントですね、近藤勇から呼び出しを受けています。中身は、今はね、2月になってます。新選組も人数が増えて、いよいよ身分の大屯営も手狭になった。新屯営を建ててそこに移転と。お、場所は西本願寺境内。なるほど、これで本願寺、西本願寺が新選組のね、本営になるということになると思います。ただこれ自分でも賛成反対の意見が言えるのか、いやこれは反対してみよう。事実はね、西本願寺に、設営してましたけど、ここは反対。身分の狼であることにこだわりましょう。まあ、うまく山並さんと付き合えばどうなんだろう。山並さんが脱走して処刑されるっていうイベントを見なくて済むのであればね、それの方がいいかなと思うんですけどね。で、大阪と、京都と
江戸の女どっちがいいか。いやどっちもいいからな。どっちがいいってなかなか決められないけどね、その個体によりますよね、その子によりますからね、完全にこればっかりは。さて、俺はどっちがいいって答えるかな。悩ましいな。まあ、気立てと器量が良ければいい。まあ、これなんですよね、結局は。ではまた時間を進めていきます。新大使富山予備というものがやってきましたね。何者なんだ。ゴリゴリのなんか土佐弁なんだ、何、薩摩人ですね。まあ、薩摩人、まあ、薩摩藩はね、最終的には新選組とは敵対を当然するわけなんですけど、ただ金門園とか浜栗御門の辺、まあ、あの辺りはね、薩摩と、まあ、いわゆる新選組幕府は手を組んでたわけなんで、この時点ではね、密定というか、まあ、敵対関係というわけでもないのかなというふうには思いますけどね。ではまた情報収集をしばらく行っていきましょう。まあ、茶屋巡りですね。正義派が反省を握るということで長州藩の情報入っています。まあ、こんな感じで情報を集めていきます。続いてフランスの対日外交方針、雄藩を援助する方針を打ち出したイギリスに対して、フランスは現行政権である幕府を援助する方針を取ったと、こういう話ですね。続いて高杉晋作の挙兵、騎兵隊ですかねこれは。さてこれは何かイベントが起きるな。芸妓小鶴ちゃん、それと浪人風の男、これで土方が割って入るという。ただこれいきなり浪士を切るってやりすぎな感じはしますけどね。いきなり切るっていうのはやめろっていうね、声掛けをするのはいいと思うんですけど、いきなり切る、まあ、強権プレイなんでね、ウェルカムなイベントですけど、それにしてもいきなり切りかかる、完全なヤグザモンだな。もうどっちもどっちとしか言いようがない。ぶっ殺していきましょう。まあ、女子に絡んでましたからね。土方が2人とも仕留めました。まあ、土方をやっぱり鍛えていきたいですからね。ことあるごとに土方に切らせていきます。この小鶴ちゃんがきっとこの京都における恋人になるんだな。鬼の副長、俳句を読む趣味があったのか。キャノン砲購入、幕府はフランスからキャノン砲を買ったと、おーいう内容です。続いて長州藩倒幕に進む、高杉らの正義派が反省を握ったことにより長州藩は倒幕へと進んでいった。うん。さあ今ですね、料亭の前に来たんですけども、なんか浪人風の男がこの店先で金を徴収する男に絡んでいるようなので、ちょっと止めましょう。まあ、ピンサロとか行ってもね、必ず店の前とか店のドア入ったすぐのところにはなんかね男が立ってますよね。ちょっと最近この1年ぐらい行ってないですけど、おっと結構な数のチンピラだな。ここは受けよう、この土方が。まあ、長倉新八、斎藤はじめ、土方歳三と3人連れてきているので、まあ、間違いはないかなと思います。長倉と土方が1人ずつ切りましたね。平大使は黙ってろということで、平大使は動かさずに行きます。
いやー、長倉新八強いな。今度は土方ですね。土方も鍛えに鍛えてあるので、まあ、やられることはないかなと思います。いや強い、強すぎる。これで終わりかな。全員片付けましたね。長倉新八300以上稼いでるな、経験値。ここでまた知名度、発言力上げておきましょう。次からね、ここに来た時におまけしてくれるとかなんか嬉しいけどね。お、これはさっき助けた小鶴ちゃんじゃないか。なんかね、掃除も元気そうでよかったですね。芸妓の小鶴ちゃんが落とし物を届けてくれた。恥ずかしい俳句を読まれてしまったわけだな。まあ、こういうね、ピュアな出会いがあってもいいかなとは思いますけど、どうしても僕ぐらいの、なんだろう、おっさんになるとね、まあ、女の子のいるお店に行かないとこういう出会いもないですからね。さて、そしたらまた、この小鶴ちゃんとのね、なんていうのかな、今後のストーリーみたいなものがあるんであれば、それもちょっと皆さんと一緒に見ていきたいですけどね。祇園の橘に行けば会える。メモしておきましょう。祇園橘。なんで早速行きましょう、祇園橘に。そういうね、スピード感必要ですからね。では、久しぶりに祇園で情報集めをしましょう。しかも小鶴ちゃんのいる橘から巡っていきます。なんか特別な演出ですね。ここに関しては前金製のいかがわしいお店ではなさそうですね。まあ、欲しいのは情報なので、情報を集めて、たまにこの橘にも寄っていきましょう。橘には何度も通えるようなので、ちょっと橘に入り浸ってきます。なんかイベントが進めばいいなというところなんですが、これは恋の予感。確認していきましょう。まあね、お店の女の子の言うことなんて1ミリも信じちゃいけないですからね。ここも土方らしい大人の受け答えというものをね、ちょっと勉強させてもらいましょうか。と言いつつね、何度も何度も通うんですけどね、この時点で完全にお店の思うツボっていうね、ことだと思うんですけど、また通います。うわぁ、今日いないのか。今日も？いやいや、毎日来てたけど、今日もっていうか昨日はいたよ。いやー、いないのか。しょうがないな。じゃあ、まっとうに情報収集していきまーす。薩摩藩の動向ですね。情報もらいました。幕府との対立。西郷隆盛らが幕府と対立しつつあるという情報ですね。はい。では今回はもう女のもとに入り浸って酒を飲んだだけで終わってしまいましたけども、まあ半月ぐらい、半年ぐらいですね、経ってますので、今回は一度ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。